はい、前回川上慎吾君からのご紹介で今日のゲストは、音川貴則選手65期です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。実は僕の高校の自転車部の後輩で、僕が3年生の時1年生だね。はい、そうですね。最初に部室に行った時 の、 あの佐久間さんの怖さが今でも思い出されますね。私は忘れましたけど。今日は、まあ、音川君にいろいろ話を聞いてみたいんですけど、まあ、音川君といったら、まあ、自転車、ね、東京で一番自転車が好きなんじゃないかって言われてるぐらいだけど、そんなに好き？そうですね。こうプラプラ乗ってる自転車って一番楽しいですね。自分で稼げるようになって、やっぱ好きな自転車を買えるっていうのはね、一番楽しいっていうか、こうありがたさを感じますね。趣味の延長上が競輪選手みたいな感じになっちゃって、まあ、さらに練習も込みでこうロードレースを乗ってるということで、やっぱりこうトラックレーサー乗ってるときはやっぱり仕事って感覚で、やっぱロードレーサー乗ってるときはやっぱり遊び的な感覚なんで。遊びと言ってもなんかね、チームに入って実業団ロードまで出ちゃってるっていう話なんだけど、まあ、そこでいい成績も収めたりして、ね、これ今日はチームのジャージで、まあ、それどういうチームなの？ちょっとチーム名は。チームはあのオーベストさんって言うんですけど、なんかね、音羽とね、よくたまにロードなんかで街道練習すると全然ね、もう簡単に僕なんかやっつけられちゃって、みんなやっつけられちゃうんですけど、その音羽がそのオーベストチームの練習に入るとかなりきついっていう聞いたんだけど、そんなに猛者ぞろいな。もう山ではちょっとやはり勝負じゃならないですね。趣味の延長上で遊びと言ってますがね、音羽がもう離れちゃうぐらいのかなり あのレベルの高いところでいつも揉まれて練習してるということで、いつもねオレンジ色のオーベストのジャージ着てるけど、今日はちょっと初めて見る緑色の、こういうカラーもある。これまあ、実業団レースバージョンで作ったあのジャージで、はい、まあ、最近の流行りの緑、はい、着てこようかなと思ってそんな感じです。はい、まあ、趣味と言いますが、まあ、後ろにチラチラね、自転車も映ってますが、今日持ってきてもらった自転車ちょろっと聞いたらちょっとびっくりしたんですけどね、この車輪だけでいくらするんだっけ？車輪だけで、まあ、30オーバーですね。はい、それだけかける、あのそのロードレースの大会にかける思いっていうのがすごいね。そして自転車自体が好きだっていう話で、だから合宿でね、あのみんなで行った時、誰か一人すごいいい自転車を持ってた、それをずっと1時間以上座って眺めてたっていう話をちょろっと聞いたんですけど、それ本当の話なんですか？そうですね、まあ、それ多分ハル君だと思うんですけども、あのイタリアの名車コルナゴにあのオールカンパニオール あのパーツつけて、もう綺麗な作りで、はい、楽しいですね。じゃあもう、まあ、競輪の練習はね普段はもちろんだけど、うん、じゃあ普段もロードレーサーで練習も？そうですね、やっぱり仕事あってのロードなんで、やっぱり午前中はもうちゃんとトラックの練習、まあ、八王子の若手ですかね、まあ、やって、まあ、午後は自分の趣味の時間って感じで、ロードレーサーでこうプラプラっと走る機会が多いです。はい、で練習は、まあね、以前も出てもらった川上市の大山、大内とかと、ね、よく練習してるんで、大内とあの大山は踏み出しいからちょっと大変でしょ。あのオーチだけは本当物がいいですね。もうダッシュではもうピカイチ、もう誰もついていけないような、みんな引き離されちゃう感じで、大山はもうあのジャンから出た時の粘りですかね、そういう、まあ、川上慎吾もそうなんですけども、その素晴らしさっていうのがあって、やっぱりこう若手に揉まれると刺激になりますね。で、まあ、これからあと3、4年がやっぱね、若手は勝負だと思うし、頑張ってほしいですね、やっぱり。はい、最近ウエイトの方もすごい熱心にやってるってことで、まあ、その開催に行って、まあね、あの S 級選手の話、練習の話ですかね、今よく聞くんですけど、やっぱりこう体の真の力ですね、ウエイト必要だっていう結論になってですね、自分ダッシュ悪いんで、そこを克服したくて、まあ、始めたんですけど、これからもうちょっと効果出したいんですけど、もう少し考えながら、考えるの好きだからね。だから、まあ、
やっぱりこう超回復も大切だと思うんで、まあ、適度に休み入れながらですかね。出てきました、はい、出てきました、専門用語が3月に行われました立川ダービー、地元の選手ね、盛り上げてくれました。優勝は京都の村上義弘選手。その時の模様をどうぞご覧ください。皆さんにご報告があります。3月7月で、立川をホームバンクとする高山聡選手68期、志村雄二選手70期が引退されました。一生懸命やってたんですけど、残念ですね。もう本当に一緒に練習仲間だったんで、ファンの皆様にもよろしくお伝えくださいということでした。もう立川地元走る時とかねに意気込みというか、そういうのもあったら、あとファンの方に一言何かありましたら、まあ、立川走るとき、まあ、年1回ぐらいしかないんですけども、やっぱり自分が初めて高校生の時に走ったバンク、やっぱここなんで、その地元意識っていうのは今一番あるバンクなんですよね。まあ、やれることをやって立川開催の時は、まあ、ベストな状態でいつも参加できるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。真面目だね、ブログやってんだよね、音のゴールスプリントね。まあ、結構選手も見てくれてるみたいでありがたいです。俺もねブックマーク入れてるから、まあ、結構ね真面目に更新してんだよね、あの1日1回。そうですね、大体夜酒飲んで酔っ払いながら、まあ、パソコン打ってるんですけど大体9時過ぎねそれぐらいにこう今日あった、まあ、ほとんど練習 でつまんないなってよく言われるんですけどまあその辺はそれが自分の取り柄なんで、はい、もう練習のことしか書いてないですけどねそれだけ真面目ということでで、まあ、次小川君、誰か紹介していただければ。次は、まあ、練習仲間 の79期 の小林隆君を、はい、紹介したいと思います。小林隆とは練習とかよくするの？そうですね、練習場所小林隆の家から近いんで、まあ、いつも空いてれば一緒に、はい、やります。優しいよね、はい、かわいいゴリラの赤ちゃんみたいな、まあ、彼も踏み出しが、ね、いいんでね、その辺こう一緒にダッシュするとね、俺なんか置いてかれちゃうんで、すごい練習になりますよ。自分のないところを持ってる選手で一緒に練習仲間として最適なっていう感じで、俺よりも真面目なんじゃないかなと思うぐらいな自転車、絶対あいつも1日1回乗るようなタイプで、やっぱりこう練習誘えば来てくれるし、まあそう、可愛い後輩ですね、はい、じゃ あいつが見るかどうかわからないけど、小林隆にちょっとメッセージ一言言ってあげて。これからも、うちらおっさんを引っ張って練習でガンガン引っ張っててください。よろしくお願いします。ということで、自転車大大大好きな今日は音川貴則君でした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。